ーについていろいろやってたんですけど、卒業論文ではクマの食料に重きを置いて、調べていこうと思って、うん、この題で選んで進めてます。 She's targeting on the food of bears. So, ブナね。で最初に、まあ、ちょっとずつその新旧論文について引き続きクマの生存状態だとか、なんでクマと人とのトラブルが今多発しているのかっていうのをちょっと書いて、At the beginning, she explained about the conflicts between human beings and bears. At the beginning. And? でその要因として、ま、ブナの凶作である食べ物不足であるとか、The shortage of food is most important thing. あとはその人と熊の生活圏に境界線がなくなったり、里山の整備不良とかでっていうのがなくなった。The disappearing of the 里山、the border between human beings and bears disappears. あとハイキングや山菜採りとか健康志向の人々の増加によって人が簡単に山に More and more people are going to the mountain areas for the health promotion or something like that. で、まあ、里山の整備不良においてはやっぱ日本の高齢化っていうのが一番大きな問題になってるので、これはちょっと、まあ、これにおいてはまたあと2週間でちょっとずつ調べていこうか。As for the disappearance of 里山、because aging is the most important and related issue. で、そういうことも踏まえて、じゃあ、どうにかしてブナとかミズナラの結実を一見することができないだろうかっていうことをブナの生態とかに焦点を当てて、考えていきたいと思って、まあ、ブナ。So she's targeting on the Buna trees, vegetation, because it's a food of the bear. で、まあ、ブナの生態状況が今日本全国に広まってるっていうのを踏まえた上で、ブナの育つ条件っていうのを見ていったときに、そうか、ブナ is not prevailing in the whole Japan.You can see any place. どこで見れるってこと？いや、どこでもじゃなくて、その育成条件が2つあって、温度と降水量っていうのがまず満たされてない限り、ブナはヤシは育たない。So the Buna, for Buna tree to survive, the condition of precipitation and temperature is very important. で、ブナヤシは水ナラヤシと一緒で、都市の平均温度が6度から13度で、あったかさ指数っていうのが45度から80度っていったちょっと涼しい温度条件のもとに生息するんで、沖縄のように都市の平均気温が 22.7 度とか、あったかさ指数が 214.4 度ある場所ではブナは生息ができないっていうのが、ブナ cannot survive in 沖縄 prefecture because the condition is very warm, too warm かな、too warm。で降水量にこの、焦点当てて考えたときに、ブナには1200から1300ミリメートル以上の、降水量が年に必要になるけれども、ブナ requires at least 1200 ミリメートル a year for them to survive。で、けどやっぱ長野みたいにこう中部地方の内陸部で、年間降水量が1000ミリ少ない場合にはブナが育たないので、長野にはブナ林はないんですけど、そうか、長野プレフェクチャー the annual precipitation less than 1000 millimeters so the 長野プレフェクチャー they don't have ブナ trees。 でも代わりにそのまた違うカシワとかコナラとかミズナラっていう他の木が優先して生えるようになってます。 But instead of ブナ they canAnother alternatives. で日本のブナの今っていうので、日本ではこう1958年こう戦争が終わってから90年代までずっとそのブナ林が伐採されてきて、それに代わって杉とかヒノキっていうその価値として高いものがよく植えられるようになったんで、今日本の天然のブナ林見ることってちょっと難しく
なってきてるっていうのが今は現状で。Natural Buna forest has disappeared because of the plantation of trees. あの杉とか、杉と何でしたっけ？ヒノキ。ヒノキね。杉&ヒノキ。で、やっぱりそういう中で、まあ、富士山とかも昔は天然林が見られたんですけど、今はもうなくなっていきつつあって、その代わりやっぱりその洪水発生とか。マウント富士？富士山。うん、マウント富士、Natural forest disappears.So because so it happens and the floods とかね、floods has happened in Mount Fuji area とか、まあいろいろあって、まあ保護されてる地域もあるんですけど、まあほとんどは保護されてない状態で、most of the area is not preserved。で、まあブナ、そういった状況でブナがこう与える自然とか人への影響を考えたときに。まあ、クマのようにこう食物がなくなるというクマ自体にも被害が与えられるんですけど、その向こうにあるこう日本あ人への影響力というのもすごく高くて、餌がなくてこう人里にやってくるクマに会った時に、まあ被害を被ってしまったりとか、ゴミが荒らされて環境が汚されたりとか、こう心理的ストレスとかにも関係してきますし、農作物にも経済的被害が出てくるので、まあ、危なのが凶作になることで人へも自然へも影響がすごく高く出るっていうことが分かってます。うん。じゃあブナーズコンディションズ、if the condition ブナーズ bad, so the bears has an influence. And then, as a result, the human beings are influenced by the activities of bears. で、そういう被害があるっていうのを理解した上で、じゃあ次はまあブナーの方向は何によって左右されるのかっていうのを考えました。Sorry, she tried to explain the richness or poorness of Buna. で、このブナが一般的に5年から7年の間で豊作と凶作を繰り返すんですけど、その事象っていうのをマスティングって言って、このマスティング、ブナのマスティング自体はブナの繁殖性高度を上げるために進化した現象と言われてます。で、その背景にはやっぱりそのなんでマスティングをするかって言った時に、マスティングって Do you know the term of the masting? Can you imagine? マスティングっていうのは英語なのそれ？いや、なんかこれマスティングマスティングっていうのでマスティング何？ザリデフィニッション。マスティングって何て書いてある？何？マスティング。マスティング。The hard seeds of the producing seeds. Ah, maybe. あ、そっかそっか。結実のことね。そうです。あ、結実、yes. Producing seeds, yes. Don't eat, yeah. That's so called masting. Yeah, yeah. ないの。なんでじゃあこれをするかって時に、まあ有力な仮説として、まあ有名なのが2つあって、1つは受粉効率仮説っていうので、もうブナが同調して開花すること、まあ、同調して開花って同調同調一緒になって、まあ、豊胸豊作にするっていうのにはそのブナ自身が繁殖を成功させるためにいっぱいその時に生産したら次生き残る数っていうのも多くなるんで、なんでこう同調して一緒に開花するんじゃないのかなっていうのが。So Buna has a miracle system. If they have more seeds, they can なんていうかな survive because of the more seeds. So it's a kind of なんか不思議なあれがね、ミラクルシステムとかね。で、その要因になっているのが気温で、まあ、前の年の4月の下旬から5月中旬の最低気温。Previous year's temperature in April.The lowest temperature is なんかだからその、1979年から2000年の間の22年間の平均気温より1度高いと開花が抑制されるっていうのがデータで出てきてます。 If the average temperature is higher than that of the average temperature between 1979 to 2002 is a we can define the average temperature. If the temperature is higher than even only 1 degree from the average, average temperatures,
豊作なの？凶作？と開花が抑制されるんですよ。So the flowering is prohibited. で、そういう現象っていうのがおよそ 4.8 年ごとに1回訪れてるんで、Every 4.8 years, this phenomenon has happened. で、まあ、およそ5年から7年っていうように当てはまるようになってて、で、またもう一つ、その条件があって、条件？でもそのもう一つ、ブナは全部が同調するんじゃなくて、まあ、全体的に見たらってなるんですけど、個体間でも結構差があるらしくて、They have a change of varieties of trees. Different、種子生産っていうのは炭水化物とかミネラルなどの資源が必要なんで、ブナ一本一本が持つそれらの資源状態とか他の木との競争に勝利するために繁殖より成長したいっていう環境状態によっても変化してくるので、必ずしもまあ気温と降水量で増長するっていうふうには言えない。Not only the temperature and precipitation, but also minerals or nutrients is also plays very important role. であともう一つ捕食者飽和説っていうのがあって、それはそのブナの種子を食べる食べられて繁殖できないっていうのを防ぐために凶作にして食べる虫とかを一回上で殺させて、So Buna has a miracle system. If they don't produce any seeds, so the eaters of seeds will decrease, will die. でまた次豊作にした時にその食べる虫が少ないから、まあ、繁殖できやすくするっていうのが、まあ、あって。でまあ、そういう虫が、まあ、27種類ぐらい多くいて、プラス、まあ、イノシシとかシカとか、まあ、クマとかっていろいろあるんで、まあ、ブナは、まあ、自分たちが絶滅することなく生き続けていけるようにこう受粉をうまくしたり子孫を残すのにこう重要な木の実っていうのを食べられてしまわないようにマスキング行動をとっているっていうのがあるんですけど、で今できているのが一応ここまでで、であと2週間の間にこう来年のこう結実結果を自分なりに予測したりとか、She's trying to forecast the next year's producing seeds. でそれに必要なデータがちょっとまだ足りないんで、それを見つけていこうと思ってます。以上です。はい、素晴らしいですね。